諏訪市立立品保養学園は、児童福祉法及び、地方自治法の規定に基づいて、長野県知野市北山省政に設置されている、同県諏訪市の児童福祉施設である。立品保養学園は、体の虚弱な児童の健康増進を図るために1923年に、小沢忠氏にによって設置され、1948年に、諏訪市に寄贈、 1952年から巨弱児施設として運営されてきた。近年では児童福祉施設として希望児童を広く受け入れるようになっている。対象となる児童は諏訪市内の小学校5年生で、ほぼ各小学校の児童数に比例して年間を4期に分けて各期男子20名、女子20名の40名、年間計160名を限度に受け入れている。入園児童は、 約3ヶ月の間、親元を離れ、共同生活を送る。その間、親と会えるのは、中間点に設けられた面会日のみであり、それ以外の連絡はすべて手紙で行う。市職員の生活指導員2名と保育士4名が、交代制で生活指導を行い、児童の生活をサポートする。また、小学校教諭2名が、学習指導を行い、 通常の小学校と同様に学習も進められ、退園後に各小学校で授業に対応できるよう配慮されている。栄養が考慮された手作りの食事が朝、昼、おやつ、夜と提供される。毎日の生活は平日、土曜日、休日に分かれてタイムテーブルが決まっており、それに合わせて生活する。児童の生活は6時30分の起床の後、5名一室の 居室である、ホームの掃除から始まる。掃除の後は、朝の運動時間が設けられており、ラジオ体操、学園体操、マラソンが体育館もしくは、園庭、マラソンコースで行われる。その後朝食、学校へ登校し、授業を受ける。昼食後の授業の後下校。自由時間、昼間の運動の時間、入浴が男女ずらして行われる。夕食後は、 自習時間が設けられ、授業の補填をする。その後自由時間、生活記録を書いて、就寝前にカンプ摩擦をし、9時就寝。消灯時間までに、布団の準備等ができた場合は、ルドルフといっぱいあってなおその日の担当職員が、児童に向けて音読する。また、テレビの視聴は特定の日の30分間に限られている。 巨弱児童の健康増進を目的としていたこともあり、マラソン、竹馬が日常的に行われる。また、各期には様々な行事が催される。学芸委員、生活委員などの委員会組織もあり、週間目標が決められるなどの活動もされる。学習は、退園後の小学校の授業に支障が出ないよう、2名の教諭によって20人が2クラス単位で行われる。 40分授業が5時間で45分授業で1週間のうち数日の6時間授業を行う通常の小学校に比べ授業時間が少ない分土曜日の午前中に授業を入れて時間を補填する都合上あまり時間を割くことのできない家庭科の授業は特定の日に集中して行われるそれで足りない分は自習時間等を多くタイムテーブルに割くことにより 自主的な学習を促進している。退園間近になると、卒園制作として、湯呑み等の陶器の作成が行われ、備え付けの釜で焼き、記念に持ち帰ることになっていた。マラソンは、毎日生活記録にその距離を記載し、累計距離を算出するようになっている。目的地を決め、それを目標に距離を伸ばしていく。目的地は、東京と名古屋の2択で、児童には、 学園から、地の駅、地の駅から、東京方面あるいは、名古屋方面に、中央本線の駅名と駅間の距離が書かれた用紙が、配られ、走った距離に応じてその駅を塗りつぶし、どこまで走ったかを記録するようになっている。目的地である東京あるいは名古屋に到着した後にも、東京を選択した場合は、岐阜を目的地とした、ルドルフコース名古屋を選択していた場合には、 甲子園を目的地とする甲子園コースの用紙が配られ、新たな目的地を目指し距離を伸ばす。マラソンコースとして、近隣の別装地に最短の600メートルから800メートル、1キロメートル、1700メートル、2キロメートル、3キロメートル、5キロメートル、7.5キロメートルの各コースが設定されている。 5トル以降は、縦品湖を周回する回数で距離が増加していく。1 7 0 0ルコースでは、大園前に記録会が行われ、そのタイムが記録される。畜馬は、各児童が各自で手作りして、それを利用して、検定会が行われる。また、検定会は一度しか行われないが、その後は、児童が各自で、ペアになって、検定をし、 それを担当に報告することで次の級に進むことができる。5級から始まり、筑波名人級までが設定されており、それに合格すると延長より症状が授与される。日曜日などの時間がある日には様々な行事が催されることがある。運動会、遠足、餅つき大会などがある。第1期の児童は餅つき大会でついた餅を花見の時に食べる。また、 散歩で近隣を散策することもある。四階建ての建物である。学園の卒園式では、各自の夢を歌に乗せて、いつの日にかどこかでという歌を聖唱する。また、この歌は、退園後、CD にて、入園児童に学校を通じて配布される。ありがとうございます。